予感がする。いや、ほんと、いや、これどうしよう。シークレットね。にしちゃうんだ、今回。裏見たらシークレットにしちゃって、ワノ国のやっぱ連中が今さ、もう盛り上がってんじゃん、ワノ国ジャンプ。もうすっげえもうガチャガチャ。だから今回のシークレット絶対に、あいつだと思うんだよね。え、これ歴代一番弱いんじゃないか、シークレット今回。ワンピースウェアス。今回は反撃ののろし編ということで、まずはパッケージ見るかな。パッケージ、おお、カタクリもいるね。カタクリ、しかもあのマフラーがない、こう口が見えてる。うわー、うなぎってる、袋うなぎってる、このすごいわ、すごいわ。もうこのパッケージの時点で来てるし、この3つかな、この3つがパッケージと。アラバスタ編のさ、ね、パッケージもあるって、なんかすごい激熱いよね。ビビもちゃんとこの後ろにいてさ、裏側に、このカードも多分あるんじゃない、この3つだよな。毎回3つだもんね、パッケージね。そして気になる、このね、ラインナップ。ダバーン。見てみるに、ここまず飛びつくよね。SEC12 シークで、和の国のキャラ、今絶対これ、お、いや、来た、顔待つほしいね、大きく。今回は、でも今回の大きくノーマルなんだよね。大きく。で、時におでんに、エースにボルサリーノ。で、杯、九山にシャンクス、戦国。で、きっとすげえ楽しみなんだ。これグリーンだぞ。グランドレアなんだよね、きっと。いや、これ絶対かっこいいぞ。あと、ルフィと、ロート、ハンコック、ホロニス&ホロハク星がダブルで輝くグランドレア4種。で、グランドレアこれだからね、この1、3、4。いや、ローもかっこいいでも、やっぱきっと今回ナンバーワンじゃないかな。すげえ楽しみ。で、レア以上はもちろん全部ホロ仕様だからね、全部ね。そしてシークレット、いや、絶対ね、あれだよ。今、ジャンプで、ワノ国並べて、ワノ国のキャラも並べて、絶対これワノ国のダブルで。いや、あいつだわ。めっちゃかっこいい。いや、歴代最強のシークレット来るぜ、今回。心して行かねば。それでは最初のワンボックス、まあ、順番はこうだったな。最初、順番戻して、あ、ちっちゃい、こう、こうか。順番を元に戻して、こうだね。一応この順番通りに行こうかな。配列順にね。まあ、ランダムだと思うから、あんま見ても関係ないと思うのだが、一応、順番通りに。それでは行きましょう。いや、きっと楽しい。きっと、ロー。これは多分グランドレアのデザインのやつで、ちょっとここにも出てる。いや、すげえな。楽しみだな。めっちゃドキドキしてきて。まあ、コンプはできるとは思うんだよね。おそらくシークレットが上手い具合に。一発目からドゥルッドゥ。一発目からグランドレア。グランドレアっしょ。うおー！すげえ！麦わらの一味、船長。麦わらのルビー。ここも箱推しになってるわ。すごいね、この輝き。うわ、綺麗すぎる、綺麗すぎる。グランドレア、ナンバーナイン、モンキー・ D ・ルフィ。一発目からグランドレアじゃん、GR。ガチか。これもシークレットの予感。あと、カタクリを見たいね。カタクリ、すげえ楽しみだな。ささーん。カワマツだ！やった！まぬく、え、待って、デザイン超良くない？カッパのカワマツ。うわ、水かきがすごいね、水かきの部分、この、グッとくるわ。すげえ！デザインがすごい、ワーテイスト。ワーテイスト、カワマツ。やったぜ！これもさ、グランドレア、カワマツもグランドレア欲しいんだけど。やった、カワマツ来た！やっぱワノ国編のキャラ嬉しいよな、今盛り上がって。いや、どうなんだろうね、この先ね。ちょ、す、お、シロシだ、シロシ！シロシ！これあの、パケの裏に出てた、すげえな、ボインコ、バイコ、見てこれ、爆乳。いや、超乳だな、超乳。でけえから、こいつ。すげえ、綺麗だな。すっごい、キラッキラレベル。やば！白星超綺麗。泣き虫の箱入り王女。白星。このシリーズさ、レア以上は全部ホロ仕様っていうか激アツだよな。全部ホロだからな、綺麗な。あんな綺麗なさ。すげえ楽しい。いやー、待って待って、これコンプできるかな。コブって出るって時来たね。ささっ！すげえかき、やっぱワノ国のいいな、カードは。すっげえ、イラストが活かすよね、全体、総合点。背景のデザインとかさ、模様とか全部含めて、かっこよすぎんだけど、ワノ国のやつ。カーマツとトギが揃ったね。この分だとキクも期待できるな。キクはさ、前々回かな？前々回来たさ、あれスーパーレアだったっけ？あ、じゃあ、金箔だったゴールドか？ゴールドのやつ。すげえ綺麗だったじゃん、キク。あれを超えることはないと思うんだよね、今回ノーマルだから。でも、デザインはすごくいいかもしれん。ちょっと待って、シークレットか。ちょ、待って待って待って、落ち着け。落ち着け、やべえ、なんだ今の。タッポー！ゲルフォー。スネークマン。スネークマン。ワリヘビナリー、スネークマン。
うわー、ゴムゴムの、キングゴムラ、めっちゃっけ。ルフィやば、今回。あの、グランドレアのルフィもやばかったけど、この星4のやつ、星にもやばいな。どっちもかっけえよ、これ。一瞬シークレットかと思ったガチ。めっちゃ焦った。R の24のルフィだな。ギアフォース、スライグマ。今回ルフィのかっけえカードたくさんゲットできるぞ、これ。やべえ、この2枚の時点でやべえもん。あ、やっぱ、あんまさ、レアリティ関係ねえな。星2だろうが星4だろうがかっこいいやつはかっこいいわ。これ星2だけど星4のルフィが俺好きだもん、これ。スネークマン、これ。これ、あと片栗だな。順番通り期待して片栗が。あ、戦国。うわー、すげえ、仏の戦国だ。こいつでけえからな。海軍本部元帥。仏の戦国。これもさ、なんかキラっぽく見えるけどさ、ノーマルなんだよね。焦らん、これ。黄金に見える。パッと見黄金に見えるけど、あ、違うと。ノーマルかと。これ黄金だったらやばいことになったろうな、きっと戦国。すげえわ。あと、クザンとかも楽しみだな。杯、ボルサリーノ。ささ、来たー、待ってたぞ、きっと。うわ、グランドレアだ。めっちゃ、やっぱパッケージのやつだったな、ほら。パッケージの絵と同じだもんね、イラスト。そうそうそう。あとはローこれだな、じゃあな。ローこれだな。やった、グランドレアもう、ダブル揃ったね。グランドレア、GR がダブル揃った。あとはローとハンコックか。あとローとハンコックでグランドレアコンプリート。すげえ、キットかっこよかった、やっぱ。ありがとう。いや、キットかっこいいよな。俺キットめっちゃ好きなんで、ね、キット嬉しいな、グランドレア。ルフィもすげえいいけど。あとはローとハンコック。いや、待って、ワンボックスで出るのかな？俺、待って、どんぐらい出るっけ？これ、ワンボックスで。コンプ余裕、多分シークレット出ないとな。うわ、来たわ。キャロット。素晴らしい。ガチのマジなんだけど、これもノーマルなんだよ。信じられっか。この迫力でノーマルなんだぜ。おかしいだろ。この迫力でノーマルとかおかしいだろ、これ。すげえ、これグランドレアでもいいレベルじゃない、これ。すげえかっけえ。普段のキャロットも可愛いけど、こっちかっこいいよね。目が反転目っていうかさ、あの、この黒くなっててね、白面のめちゃくちゃ強そう。すげえかっけえ。いつものキャロットじゃないもんな。いや、これグランドレア欲しいな。でもノーマルでもこの迫力だからな。すげえな。やっぱ白押しとかあった方が迫力が増すからね。レアリティは関係ないとはいえ、かっこいいやつはかっこいいとはいえさ。来てしまった。おー、すごいな、白。これ星2だよな。あ、レアだよね。すごくね、この迫力。さっきのルフィと同じ仕様のはずなんだけど、これ、スネークマンのやつ。あ、ま、でも似てるな、こう並べてみるとな。星に、ルフィとおでん。小月おでん。いや、かっけえおでん。すげえ。これもう、あれだもん、下方中の下方だわ。俺めっちゃ、星、いや、すごいな、これ震えてきたわ。今回やばいね。あ、待って、これは奥、あ、こっち、こっちか、もう。これは終わりだ。あれ多分、はみ出てるやつは、多分奥のやつだと思うから、左の。もうこっから左列だな。いや、もう左列か。シークレット出るかどうかだな。この列で、シークレットが仕留められるかどうかにかかっているっていう。ハンコック来た！星を全部出るんじゃねえ？お、すげえ。ハンコックかっこいいな、これ！やべえ、これポイントカードにして。これポイントカード。後ろの蛇の鱗か、いいね。めちゃめちゃ、ここも箱押し、え、細かい箱押しになってるでしょ、これ。蛇の鱗の細かい箱押し。防犯コッケ。すごい、あと一枚、ローでコンプじゃん。ロー出るかな？ロー出るかな？え、この箱ね、全部、星4揃うかもしれない。え、怖い怖い怖い、マジで。あ、でもその代わりシークレット出ないとか。それはそれできつくない？シークレットワン、あ、でもワンボックスに2枚もあるかもしれないけどね。前なかったっけな、このシリーズで。ほう。いや、やっぱ、魚人島編、もう一回読もう。ずっと読んでないんだよね。久しく読んでないんだよね。白星のお兄ちゃん。深星。いやー、こいつデザイン、あの、白星の親父もネプチューンかっこいいよな。アリエルの親父もかっこいいしな。親父連中、海底の親父連中がかっこいいっつ。やった！でもこれもノーマルだからね。一瞬メタリックかって思うんだけど、ノーマルっつうね、ほら。ノーマル信じられないよね、これね。あとはシークレットもうそれここで出てもいいんだぜ。
シークレット出て安心させてくれてもいいんだぜ。ささ、ゾロゾロ来た腕の筋肉注目ゾロ、うわぁかっこいい、やべえゾロ、これやばい、これも星2なはず。レアだよね。さっきのオデンとかルフィと同じ仕様。いやでもかっこいいね、やっぱゾロは。迫力が増し増しになるわ、筋肉で。ロロノアゾロ、初演、星2。これ横カードもいいよね。今回初の横カードじゃねえかな。他横カード来てないはずだから、来てないよね。初の横カード、ゾロ。よしよし、いい感じ。いや、シークレット来るかな？頼むぞ、シークレット。シークレットここで1枚出してかんとコンプきつくなるから、ささっそ、ささっそ、大きく入りました。さっ！大きく！いやでも大きくさ、いやあんまネタバレになるか言えないけど、なんかね、やばい、やばいよね。ちょっとどうなるんだろう、マジで。すげえこう読むの怖いんだけど。いや、かっけえな、残雪。ああね。菊之丞。いやー、俺すげえ好きなキャラだからな。ちょっと大きく。頼むぞ、大きく。やったー、大きく顔待つとき揃った。いや、すげえいい。やっぱ和の国編荒ぶってんな。だから絶対シークレット、俺あいつだと思う。もう間違いなく。あいつだと思って。いや、違ったらどうしよう。違うかな？でも絶対そうだと思うんだよな。今は和の国現れて。チェックリア。シャンクス、かっけ！シャンクスも言うことねえな、これ。なんだこの、お、勇気は数秒。懐かしいなぁ。マリーボードンとか、俺、いつだったっけ？俺すげえ、まだ子供だったかな？すげえ昔だよね。あそこからもう、今、和の国まで来てんだもんな。いやーなんか、流れを感じ、やっぱワンピースと共に育ってきてるじゃん、俺らって。ワンピースと共にさ、子供の頃からさ、ワンピースと共に育ってるからさ、いつも人生のあの頃からとかさ、思い出されるよね。あん時あんな、あ、バイトしてたな、みたいな、あそこで、みたいな。お！アラバスタの、これパッケージであったやつだな。ストローハットクルー、麦わらの一味。ビビがね、仲間になると思いきやまさかの、あ、乗らないかみたいな感じの。いや、これもマジで子供の頃だったな、覚えてるわ。車の中で読んでた気がする。肉食いながらこのチキンね。車の中で。あの時まだ車酔いとかあんましなかったんだけど、大人になるにつれてどんどん三半規管弱ってきてね、殴られまくったせいかな、マジで。味もなんか味音痴になってきたし。味覚死んで、あの三半規管死んだのかもしれん。おっと、サンジ！これやば！星尾さんち光ってるなー、これはかっこいいわ。旅はまだ途中だぞ。あ、ここね、ホールケーキアイランド。え、ちょっとやばくないこれ。あと1、2、3、え、ちょっとやばい。これシークレット出なかったらマジコンプできんわ。いや、あるんだけど可能性、ワンボックスでさ2枚の可能性もあるんだけど、いや多分きついな。ちょっと待って、多分シークレット、おー、引ける。やっぱエースいいキャラだったよなぁ。秘剣のエース。エースはすごい、もうかっこいいキャラだ。でもそのさ、能力がさ、サボにね、受け継がれたっていうのはすごくいいよね。最初ルフィに行くんかなと思ったけど、まあルフィゴムゴムあるし、みたいなね。でもルフィダブルでもかっこいいよな。でも使わなくてもレッドホークって技使えて炎使えるようなもんだしな、あれな、一応。だからそっちで、あれかな。いやでもルフィが食ってダブルを、でもダブル食ったら一応ダメっていう設定じゃん。だから、いやでも食えなかった。いや食えねえか。でもルフィは特別みたいな感じでさ。うわ、来たわ、待ってたわ、カタクリ待ってた。俺めっちゃ好きなキャラなんだね、カタクリ。うわ、かっけえ。能力もいいしね、餅っていうね、餅の能力。戦闘スタイルもかっこいいつ。あと甘いもの大好きってとこもいいよね。あの甘いもの食べてるとこの可愛い感じがすげえいいわ。来たわ、シャーロットカタクリ。袋うなぎっていう、この口元もかっこいいのにね、隠す必要ないのに。俺だったら堂々と出してかっこいいもんね、これね。いやー、素晴らしいわ。カタクリ入りました。しかしな、シークレットの危機。まだ出てないよね、シークレットね。SEC って書いてあるはずだから、シークレットは。うわ、やべえな。出ないから、誘う。ホーディーじゃ、来た、ホーディー。待ってた。欲しかったけど、やべえ、シークレット来ねえ。やべえ。ガチでやべえ。どうしよう。ホウジロザメってのが熱いよね、ホウジロザメ。はぁ、ノコギリザメもいいけどさ。いやー、でもちょっと、やばい、ちょっと待って、余裕なくなってきた。やべえ、コンプできないかもしんない。どうしよう。頼む、シークレット来てよ。頼むぞ、さん。ボルサ・リーノ。やべえ。やばい、終わった。
シークレット出なかった。あと 2週ワンボックスで出さなきゃいけない。マジできつい。無理かもしんない、コンペ。いや、確かにね。いや、あのね、いや、違うんだって。俺もおかしいなと思ったの、ちょっと。だってさ、グランドレア星4は4種収録って書いてあったじゃん。で、3時出たじゃん、星4。あれ？ボーハンコック、ロー、ルビー、キッド出てんのになんで星4あったんだ、ちょっと思ったの、心の中でガチで。でも、違う枠であったんかなと思う。しかしながらよーくこう見てみるに、3時いねえんだよ、ここに。この3時いない時点で気づくべきだった。最初さ、見たのに、ここ。ここ見たのに、あのね、いや、ほんとごめん。マジごめん。あの、3時いいんじゃん、3時。こいつ、これ、これ。めっちゃかっけーって見てたじゃん。あの、ルフィとのさ、ね。旅はまだ途中だぞ。ポコー、せっせし、ほほほほ。出とった。パーティー、見逃してるパーティー、出てたわ。そういうことね。SEC まさかの3時だったわ。いやでもこれは納得のいく SEC でだな。かっこいいもん、これ。SEC3 時か。マジごめん、見逃しとった。今整理してたんだよね。そしたら、あれ、そうだ、さっきそういえば、3時これ何の3時だろうと思って見てたらないし、これまさかと思って見たら SEC だった。しかも2で。よし！で、気を取り直して、こっから2箱目。1枚出ててから、あと、1の方が出てれば、勝ち。コンプいけるぞ！あとは、クザンとか、坂月も出てないよね。さっき最後にボルサリーノが来て、キザルが来て。お、来た、坂月！おお！赤いね。あと、クザンだね。クザン、青生地で。コンプリート。3対象。いける！いけるぞ！マジか、一発目から。ボルサリーノからの坂月からのクザンかな。おお！トラファルガーロー。あ、待って、ロー、待って、あ、じゃあ、俺、ロー出してねえわ。ちょっと、ロー、マジやっちまったわ。俺、さっき4枚、もう、ロー出てるっていう感じになってた。もう、全種でグランドでコンプしてるって頭の中になってた。違う。ロー出てねえから。ローも出て全部揃ってたのに、これが出たって勘違いしてたけど、ロー出てねえから。いや、もう、ダメだわ。いや、大好きなシリーズだとね、取り乱してね、頭おかしくなってんだよね。こう、特にワンピースとかさ、自分の大好きなシリーズのウェアスだと、興奮して頭、いや、だってかっこよすぎない？これ、やばくね、うわ輝きが、いやマジかっこいい、これ永久保存版だぞ、これマジやべえんだけど。今回の星音3時に至ったシークレットだからな。 SEC だからこれ。 SEC やったぜ。プリンちゃんと3時のツーショットのカードとかもあったら最高だったのよね。プリンとさ3時のこれで、あのグランドレアジュアラ全部コンプだから、これ間違いない。もう勘違いしないから大丈夫。もう勘違いしないぞ俺は。いやーちょ落ち着こう。おい、取り乱さないで、行こう。SEC 出るか出ないかの瀬戸際だったし、ちょっと取り乱してたんだけど、大丈夫、もうね、大丈夫。おっしゃ、ひな来た。ひな可愛いよな、ひな。ピンク髪だしね、ひな。俺ピンク髪のキャラ、特に俺ワンピースのピンク髪のキャラ好きなんだよね。ひな、初ひな。特にペローナだけどさ、ペローナ。いや、ペローナ至高だよな、ペローナ。今回いないけど。それでさ、なんかペローナシークレットで出たら爆笑だよね。マジかと。あと、お、ゾロね。ゾロ。エネルと俺ペローナが特にめっちゃ好きなんだよね。ワンピースの中ではキャラ的にはね。いやー、今回いないんだわ。でも、エネルも。エネルさ、結構前に来たっけ、来てないよね。もうそれ来るかな？次あったら。よし！これで揃ったぞ。クザン。出たから。オッケー。ありがとうございます、クザン。これで揃った。これで間違いない。ボルサリーノ、坂月、クザン。全部揃ったぞ。あとはシークレット。で、コンプじゃねえから。他全部出てるはずだよな。他全部出てるよな。あ、チョッパー出てねえわ、チョッパー。ちょ、待ってて、入んの？あ、あれ待って。チョッパーでしょ。チョッパー来てねえぞ。チョッパー。マジかー。チョッパーで手こずんのか。まあ、でも多分出ると思う。あと、ペドロも来てないよね。シャンクス。簡単にやっぱ、そう簡単にはコンパできないんだよな。この、ワンピースウィアスシリーズはな、4箱あればまあ、安心して開けれるんだけど、おーし、来た、バロックワークス。そうだ、これも出てらんなかったね、バルクワークスね。この2枚のカードをこういう風にダダーンと。いやー、素晴らしい。アラバスタの、だね。アラバスタ。おー、迫力だ。この頃のルフィ。いやー、マジ、これ子供の頃だよな、読んでたのな、ほんと。すげー昔に感じるわ。でもね、すげー昔に感じるんだけど、最近にも感じるんだよな、なぜか。最近読んだっけな、ここ、アラバスタ。エデルンとか結構読むんだけどね。エデル見たくなったら。エデルやっぱエルトールンとか見るために知れるよ。あれすげえかっこいいよな。あと、アマルね。
余るすぎ。これ疑惑で出てない？これ疑惑出てるよ、これ。星4の疑惑。違う、外したわ、シークレットの予想。マジか。カイドウじゃなかった。カイドウとビッグマムだと思ってた、俺。違った。マジか、これが SEC1 だって。で、2が3時。なんで3時なんだろう。なんで、あの3時なの。いや、かっこいいからいいんだけどさ。なんでこの時の3時なんだろう。え、なぜ？なぜこの時の3時なんだ。いや、ちょっと謎だけど、まあでも、これが今回のシークレット、とりあえず出たわ。やったー！あとチョッパー？あとチョッパーでコンプか。チョッパーなんだあいつ、シークレットが強いじゃねえか。あとチョッパーでコンプだね。よかったー！シークレット出たワンツー。これでチョッパー、あ、オッケー、チョッパー、これでコンプ。これでトニートでチョッパーが来たから、全種類コンプリートのはずだぞ。ちょっと並べてみるか、全部。ほんとごめん。マジごめん、ペドロ。いや、あのね。ペドロ、いや、忘れてたわけじゃん。いや、忘れてたわ。マジこれ、チョッパー出てテンション上がって。ペドロも、ペドロ出てねえよな。ペドロ出てなくない？並べてるとき気がついて、あ、そう、ペドロいたよな、と思って。ペドロ出てねえよ、あと。あと一枚で、ま、でも、まだまだあるから、左半分モロマンもあるし、あれ。多分ね、いける。他全部出てるから、あとはペドロを出して、コンプリート。マジすまねえ、ペドロ。本当に。いや、ほんとガチでね、忘れてたわけじゃねえんだって。マジで。ちょっと記憶からちょっと飛んだだけで、チョッパーで。チョッパー出てよっしゃーってなってちょっと飛んだだけで。これでもペドロで、あ、片栗かぶり、やったぜ。あとは残すところこの左半分、全部あるから、左列10。余裕で出るでしょう。あとは、まあ、ペドロ出ないでコンプできないってことは多分ないと思うから、ペドロゲットして、コンプリート。よっしゃー！もう決まった。全種類コンプリート。ありがとうございます。いや、ペドロだー。こいつ男の中の男だよな。団長ペドロ。やった、デザインもかっこよかったな。これで、全種類、コンプリート26番、ナンバー26番のペドロで、全種コンプ。これキャロットの隣なんだよね。これは、キャロットのここの、ポジションにセッティングして、これで全種類、間違いなく、コンプリーティングだね。いやーよかったわ。運よくコンプできて。一番のね、キットから始まりこう来て。グランドレア三人衆だからね、ここね。あとはここから和の国編のやつ、チョッパーに始まり、川松。いやー、キックかっこいいの、大きくいいね。かっこいいわ、これ。ポーズすげーいい。あと、トキと来まして、おでん様と来ましてね。あとはここ、エースねー。ここの威圧感やばいわ、三大将のこの、ボルサリーノ、キザル。坂月赤いね、そして、クザン、青キジ。めっちゃかっけえわ。でかさが伝わってくる。めちゃくちゃでけえからな、こいつら。で、シャンクスと来まして。で、仏の戦国に防犯。これもあの GR なんでね。一気にこっから飛ぶけど、これも GR と今回の。で、ヒナと来まして。で、白星。いや、このホーディーもよかった。アーロンもいたらなおよしだったんで、若い頃のアーロンのカードとか欲しい。昔のね。昔の、若い頃の、アーロン。あの時もいいよな。若い頃ですか、昔のアーロン。で、この繋がる仕様良かったよね、今回のね、繋がる仕様。結構こういう繋がる仕様来るけど、今回のかっこいいわ、これ。バロックワークスとね、麦わらの一密。アラバスタのバトルを思い出すっていうか。で、カタクリとこのルフィの繋がるのもかっこいいよね、これね。バトル。すっげーわ、迫力。でもこのルフィ、まあ、あっちにあるかもしんないけどね。まだルフィ1枚しかないから、1セットしかないんだよね。ダブルできたらダブルでこう、繋げられるから、すげえ嬉しいよ、カタクリと。で、最後に来たペドロと。いやーと、キャロットもよかったね、このカードね。で、シークレット、まさかのシークレットじゃん、これ、サンジ、まあ、このね、使い回しっていうか、イラストの使い回し、同じイラストで、こう来るのは結構あるんだけど、これ、なんか意外だったな。まさかサンジだったとは、でも嬉しいけどね、めっちゃかっけえサンジだったから。これが今回のダブルシークレット。いやーよかった、コンプできて。それではでは、今回はね、無事に200個でコンプリートで、いや、できない時もあるんだけど、今回できてよかったわ。今回のね、一番気に入ったカードね、川松。いや、キットと迷ったんだけど、キャラ的にキットすげー好きだから。でも川松だね。あの川松のデザインが総合ナンバーワンで気に入ったかな。いや、あれよかったわ。繋がる仕様だとこのバロックワークスとか片栗もよかったんだけど、川松が一番ちょっと、グッときたね、今回のシリーズでは。いやーよかった。で、次のね、またシリーズ出たら、買ってきて、コンプ目指そうと思う。いやー楽しみだな、次。次なんだろうね。今回反撃ののろし編。次何編になるんだろうな。
ていうかこれ何なんだっけ、この反撃ののろし剣って。もう結構来てるよね、ワンピースウェアスね。10段いってるよな。これ10段かな、ちょうど 10段あたりじゃねえかな。ちょ、後で調べてみるけど。何段かはちょっとわからんけどさ、このカードで蘇るっていうのがいいよね。激闘の記憶。バロックワークスの戦いで、ここもうほんと子供の頃だからな。めちゃめちゃ懐かしいわ、思い出すわ。アラバスタ剣とかね。いやー懐かしかったな。このなんかカードで本当思い出されるのがいいわ。昔のバトルをワンピースとさ育ってきた俺たちからするとすごくいいよね。あの頃あんなしてたなみたいな感じの、ちょうどアラバスタの辺は俺あん時あんなことしてたみたいな感じで思い出せるのがいいよな。いやだ、次のシリーズもめっちゃ楽しい。それではまたね、次の回復動画でお会いしましょう。全種類コンプリートバイバイである。ダディー、いやーよかったー、出てめっちゃかっけーわー。全部もう全部いいよね。それぞれの良さがあるわ。シークレット意外中の意外だったけど、カイドウじゃなかったら絶対カイドウだと思ってたのに、俺。めっちゃかっけえやつね。まあ、前来たから、結構前に来たからさ、カイドウのかっこいいカード。もう飛ぶ来ないかな。エネルも最近来ないしね。ペローナも次あたり来てほしいな、ペローナ、エネル。